一人暮らしの方とかもうね時間ないけどコンビニ弁当じゃなっていうね、そういう時に、まあ、コンビニの商品ではありますけどちょっとね手を加えるだけで恐ろしくうまくなるんで、ぜひぜひやってみてください。スーパーうまソース。すごいお腹が減っているよ。今日はね、今日作る食べ物はの材料をご説明します。まず皆さんこちらご存知でしょうか、あのセブンイレブンの冷食シリーズの、甘辛ダレの牛ホルモン焼き、まずこちらをご用意いただきございます、いただきございますつってね言っております。でこの他に、はい、ちょっとねこの刻みニンニクの使い方っていうのもいろいろ教えてくださいというコメントもありましたので、こちらですね刻みニンニク、これをご用意いただきます。それから一味ネギでございます。めっちゃうまいですよ。やりましょう。でちなみにこれがどうしてもない方はニンニクチューブでも OK。 生のニンニクをすりおろしたものだとなおさら美味しいね。それではいきましょう、作りましょう。はい、レンジのチンがね終わりました。これをですね、これをですよ、いいですか、まず開けます。もちろんね今日ご紹介するこれはねご飯にねかけなくてももちろんおつまみとして珠玉でございます。でこちらにこの刻みニンニクをですね結構いっちゃっていいですよ。これぐらい、これティースプーンですけど、ティースプーン山盛り1杯ぐらいはいった方がいいですね。お好みで好きな方はもっと入れても OK ですよ。はい、それで、これをちょっとこう混ぜていきますね。うまそう。あのね、これはですね、これ、まあ、好み分かれますけどね、このホルモン系とか、いうやつの味付けにちょっと好み分かれますが、これはこのセブンイレブンさんのやつは思いっきりねガツンと甘辛いやつですね。結構甘めです。で、ここにですね結構いきます。一味ももっといってもいいかな、これぐらい、これ思ったよりねいっちゃっても大丈夫です。これをしっかりと、もうねおいにーが、おいにーバイヤーで、ごいすーで、やばいですよ。はい。はい。こうなりましたら、これをご飯にかけていきましょう。うまそう。はい、こんな感じですね。で、これに、たっぷりめでいいですよ。はい、こちらで本日の晩ご飯超ズボラ飯です。これね超簡単でめちゃくちゃうまいんで、ぜひやってみてください。それでは食べていきましょう。うまそう、うまソース、うまソース。ソース味はねやっぱり関西、じゃあいきましょう。ここね卵入れてもねいいですよ。このね刻みニンニクのこのうまそう、ちょっと待って、やば、うまそう、刻みニンニクのねこの美味しさがねほとばしります。それではいきます。あーうまっ、最高。このね結構こってりしてるんで一味をね結構入れていいんですよ。うん、そうすることによってね美味しい、美味しい。このチンしてそのままご飯にかけてももちろんいいんですけど、このね刻みニンニクがめちゃくちゃいい仕事をします。はい、うん、これね、ニンニクたっぷり、一味たっぷりのホルモンのお供といえば、これなんですよ。わかりますかね？わかる方はわかると思います。
大阪西成の山木さんではね、これをずっと出しておるんですが、そんな感じを楽しみたいね。スーパークライアント、よいよい、うまいうまい、なんだってんだよ。一人暮らしの方とかもうね、時間ないけどコンビニ弁当じゃなっていうね、そういう時に、まあコンビニの商品ではありますけど、ちょっとね手を加えるだけで恐ろしくうまくなるんで、ぜひぜひやってみてください。エビのカリカリ、揚げるだけのやつ、うまい。今日はなんかね、アングルが全然決まらなくて、結果なんかこうなったっていうね、こういうアングルでお送りしました。セブンイレブンの、冷凍食品ですね、すごく美味しいものがいっぱいありまして、また今後紹介しますよ、美味しい食べ方。それではよかったらチャンネル登録や高評価お願いします。さようなら。